さあ皆さん、上智大学行ってみたいと思います。本日は空小10問題、文章を入れる問題ですね。それを10問行ってみたいと思いますので頑張りましょう。さあ皆さん、こちら設問の指示、そしてこのあたりが文章の最初の部分でございます。一読お願いいたします。さあ皆さん、第一段落でございます。皆さん一読をしていただいた後、こちら空小11番ですね。今皆さん選択肢2つしか見えてませんが、それが正解かどうか考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、空襲の左側のこの尾行図がヒントになりますね。皆さん、当然尾行図の右側は SV ですよね。ですから選択肢の A も B も SV はあるんですが、文頭に余計なものくっついちゃってますね。 A だったら that、 B だったら but。 皆さん、それが邪魔をしちゃっておりますので A と B は入らないですね。で、皆さん、この後他の選択肢をご覧いただくんですが、皆さん、ここの時制もご覧ください。 that ということですから、現在時制ですね。で、皆さん、この後選択肢をたくさん見ていただくために、このあたりの文字の大きさ小さくなりますのでご了承ください。さあ皆さん、選択肢 CDE、 時制が現在で SV、 ありそうでしょうか。パッと見もちろんないですね。ですので、この後 F 以降の選択肢をご覧いただきますね。さあ皆さん、残りの選択肢5つ、この中から現在時制で SV 探していただけるとよろしいかと思います。もちろん正解は F ですよね。皆さん、 SV があって、なおかつ時制は現在、これでバッチリです。さあ皆さん、続いて空所12番でございます。まずは今見えている選択肢、それが該当するかどうか考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、これもここに that、 接続詞 that がありますので、空欄12番には SV が必要ですよね。ですから選択肢 E か G に絞れそうですね。で、あとはどっちにするのかということなんですが、皆さん、この空所の手前の文章に言い換えが見つかりますよね。皆さん、こちら科学と科学、そして言語と言語ですよね。ですから言い換えバッチリでございますので、空欄12番の正解は G ということでよろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。皆さん、空所13番ですが、ひとまず今見えている選択肢の中で検討をお願いいたします。皆さん、段落最初の方ではドイツ語を否定してますよね。ただ皆さん、それが overturned、 皆さん、ひっくり返されたのでプラスに転換しましたね。ただ皆さん、空所13番を挟んでまたマイナスに変わってますよね。ですから、このプラスからマイナスへの転換、それを考えるといけそうですね。もちろん選択肢の B ですね、先頭バットがありますので前後は対比、そしてダメージ、マイナス評価の表現もございますので、空所13番の正解は B ということでよろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。まずは一読をお願いいたします。さあ皆さん、空所14番です。今見えている選択肢の中から検討をお願いします。皆さん、まず意味内容的に on the one hand、そして on the other hand、対比になってますね。ですから、こちらがマイナスですので、空所にはプラスの価値観を持った表現が来そうですね。もちろんここに ideal、 理想とあるのもヒントかと思います。さらには皆さん、人々が望んでいた理想と書いておりますので、それが一体何なのかを明らかにする必要性がありますよね。で、じゃあ皆さん、それが見えてる選択肢の中にあるかというと、ちょっとなさそうなので、もう一つの選択肢お見せいたしますね。さあ皆さん、残りの選択肢3つ、この中から検討していただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、愛のこの文頭がいけそうですね。この理想が何なのかを Fitches、 これも説明してくれてますよね。そしてなおかつ一つの言語に集約する話がございますので、こちらのプラスの価値観にぴったりですね。ですから正解は愛ということでよろしいかと思います。さあ、続いて空所15番でございます。選択肢の検討をお願いします。皆さん、ヒントはこれですよね。文頭に出てくる名詞は主語ですね。ですから空所には動詞を入れればいいということがわかりますね。皆さん、時制という側面においても、その手前の文章を見ていただけますと現在時制で統一されてますよね。そうなってくると皆さん、選択肢いけそうですね。もちろん C でいけそうですね。 comes ということで動詞がしっかり書かれておりますので、 C が正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。皆さん、こちら注釈ございますからね、それを参考に一読をしていただいた後、空所16番ですね。
こちらの選択肢の中から一つ選んでいただけるとよろしいかと思います。これは文頭の it がヒントですよね。 It's impossible と続いているわけですから、この it は仮主語、つまり形式主語の it ではないかということは、空所には to 不定詞もしくはざっと説のような接続詞プラス sv、 それが来る可能性が高いですね。皆さん、それでいくと選択肢 a か h に絞れそうですね。 a であればざっと説、ただし皆さん、これ右側 takes、 そして sometime、目的語に時間が来ておりますので、皆さん、 takes の有名な構文ありましたね。何々をするのに時間がかかる、そういう場合は take 時間 to 不定詞でしたね。で、じゃあ皆さん、これ空所16番の右側どうなってますかっていうと、 to 不定詞は続いておらず、ピリオドがあるだけですよね。ですから A は入らなさそうですね。となってくると、 to 不定詞を伴っている選択肢 H、 こちらが正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。こちら選択肢4つの中から1つ選んでいただけるとよろしいかと思います。ヒントは空所の左側 that、 皆さん、それがあるということは後ろは SV ですよね。ですから選択肢の中で SV と言われたら、もちろん E ですよね。ですからこれで問題ないかと思います。さあ、続いての段落でございます。こちら注釈ございますからね、それを参考にしながら一読をしていただいて、で、その後この空所18番ですね、選択肢こちらの中から選んでいただけるとよろしいかと思います。皆さん、これ空所の右側に to 不定詞がございますので、これとセットで使えるものが見つかりますね。もちろん A ですよね。先ほどもお伝えいたしましたが、 take 目的語 to 不定詞、その知識でよろしいかと思います。さあ、皆さん、最終段落でございます。まずはこちら空欄19番、選択肢2つでございますので、この中から正しいもの選んでいただけるとよろしいかと思います。皆さん、空所左側に B 動詞がございますので、空欄19番には形容詞を入れればよろしいですね。ですから選択肢の D、 irreversible、 皆さん、単語の一番右側に IBLE で終わっておりますので、こちら形容詞と判断できますよね。ですから空欄19番は D ということでよろしいかと思います。となってくると、皆さん、空所20番には残りの J でいいかと思いますが、皆さん、空所左側に Enable、 皆さん、これの語法でいけそうですね。皆さん、 Enable ときたら後ろは目的語、そしてその後ろに To 不定詞取りましたね。ですから空欄20番には J ということでよろしいかと思います。さあ、お疲れ様でございました。皆さん、上智の空所10問題、やってることはこれですよね。言い換え可能な選択肢を空所の前後から探し出す作業ですね。ですから一つ例を皆さんもう一回振り返ると、この12番に何を入れるのか、もちろん選択肢 G が正解でしたが、じゃあなぜそれを選んだんですかっていうと、こういう感じで化学つながり、そしてさらには言語のお話ですよね。ですから別に言い換え可能な表現を探し出せば、正解を選び出すのはそれほど難しくないんじゃないかなって感じがいたします。そしてもう一つ使ったのはこれですよね。例えば定期の後ろに時間があれば後ろ to 不定詞、さらには B 動詞の右側は形容詞、つまりは文法語法ですよね。ですから皆さんが普段頑張っている文法語法、これを長文の中で試してるんですね。ですから普段の勉強はそのまま長文にダイレクトにつながりますからね。日々の努力が重要ということで、今日も頑張りましょう。